Kuslea.
こんばんは。こんばんは。こんばんは。カシオペアです。カシオペアです。ですね、まあ今2曲ね、やったわけなんですけど、まあ、カシオペアも今年で11年目なんだよね。そうですね。長いようで短かったような、短いような卒業式みたいな感じですけど ね。なかなか大変なものでございます。今年はでもいろんなことがある年ですけどね。今年は随分変わり目で ね、あのオーラレコードとかね、レーベル会社も、ね、レーベルを作りましてやってますね。あれ、まあ、会社じゃないんですけどね、レーベル作独自レーベルができた年ということで、ね、うん、このオーラっていうのはね、あの魂の波動というか ね、輝きみたいなやつなんだけど、まあ、オーラのレコードだみたいな感じでね褒めてもらって、なかなかボスマン言っておりますけどね、いろんなこと桜井さん、なんかこう、なんかそれに落ちてませんか、ものが。あ、そういえばこんなところに、これはこんなのがね、これ何ですか、何ですかね、これは、これプラチナムカシオペア、シが見えますね、アシオペアになってますけどねこれはなんとね、カシオペアの新譜なんですね。そうですね、この新しい独自レーベル、オーラレコードの第1弾、第1弾でね、今年の9月1日に出ましたね、アルバムでございますけど、地球から湧き出る輝き、音と書いてますね、地球と書いて音と読むんですか。そうですね、ノロさんどうですか、このプラチナム、ちょっと簡単に説明していただけませんか。これはね、オーラレコードをすぐ第一弾で簡単に説明しますとね、まあ、かなりダンサブルですね、作りになってますね、さっきも2曲ね、この中から聴いていただいたんですけど、ね、話が前後しましたけど、今日はですね、もう全このアルバムの中の曲を中心にですね、演奏行ってみたいんですけど、演奏行ってみたいということなんですけどもね、最初にさっき聴いていただいたのは、この中から、マグネティックバイブレーションと、それから、プリンセスムーンですね、これ2曲ともエレクトリックガットギターってやつを ね、使ってるんですけど、あれがまた意外と弾きにくかったりしてねあれなかなか今回のね、アルバムのカラーをね、色付けしてるんですよ ね、背景もなんかニューヨークしてますね、今日はね、後ろがこれはね、完全にニューヨークですね、このニューヨークで実はこのアルバムはですね、作ったんですね。そうなんですよね。で、このニューヨークもね、この4人ともう1人実はね、行った人がいるんですね、といったところで登場したのがですね、なんか通り過ぎましたけどね、あ、誰か、あら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 、いやいや、ニューヨークはいいね、ケルズ行った、いいディスコなんで、あそこ、あそこ、彼がですね、今回この LP にもゲストで参加してくれてるですね、楠木優子さんです、どうも。彼はもう去年からね、ずっと我々と一緒に、ツアーで回っていただいてるわけなんですけどね、元気ですか。ジモさんは今日喋るとね、咳が出ちゃうんでね、風邪気味で。あ、そうですか。ちょっと控えてるんです、普段も聞かないと喋んないんですというわけですね、そういうわけでね、今年ね、一緒にみんなでいろんなとこ行きましたね。そうですね、今年は2月にまず東南アジア、このメンバーで行きまして、4月にはなんとブラジル。ブラジル大変でしたね、最高でしたね、プリンプリンでしたね、プリン失礼しました。それも確かにあるんですけどね、まあ本当に地球の 真裏でね、南半球、日本と真裏ですから、景色も違うし、もう習慣も違うしね、考え方も全然違いましたね、9時から始まるとかいうコンサートが始まったら11時でしたからね、夜中の1時2時に終わってですね、それから食事をしに行くという、食事し終わったら朝になってたもう時差ボケのままそのまま暮らしちゃ う、まあ、ね、カシオペアの場合、おかげさまでね、海外コンサート多いですから、まあ、ブラジルもそういうことありましたけど、ね、昔ね、ちょっと話全然、まあ、今回にあんまり関係ないですけど、ヨーロッパのフィンランド行った時、フィンランド白夜でしたね、夜中の2時になんか日没があって、いや朝の4時に3時ぐらいに日の出とかね、日の出という感じ、まあ、そうですね、国がありますよね、飛行機の時差ボケよりもなんかそっちの時差ボケの方がね、すごくてね、まあ、優子さんにはね、今回全然わかんないまあ今回行ってみたいもんですね、今回の東南アジアブラジルツアーから海外ですね、参加していただいて、そしてこのプラチナムのアルバムのレコーディング、ニューヨークで一緒にフィーバーしたという、最高でしたね、こういうところ行ったんですね、行きましたね、もちろんノロさん、やっぱりこういうところでレコーディングするって、音楽的にはかなりその辺の影響出るんじゃないですか。やっぱりこういうビルに囲まれてね、英語の中で暮らすっていうのが一つまた違う雰囲気が出るみたいですね、アルバム全体的にはやっぱりダンサブル、特に今日の1曲目のような雰囲気のものが結構メインに出てきてるという、そういうアルバムでございますね。そうですね、というわけで、じゃあぼちぼちね、ゆうこうさんも、いることだしね、はい、ゆうこうさん入りのですね、スキャットソング、スキャットソングをじゃあ行ってみたいと思います。We'll be right back.
ね。Doo-Loo-Doo という曲だったんですね。新しい英語ですね、これは。なんか面白いね、なかなか踊りも踊り、踊ってました私は。やっぱあの、うん、実はこの楠木さんがですね、昨年カシオペアのコンサートツアーに入られてから、カシオペアのコンサートはなんかすごくね、おかげさんで元気になって、うん、いや嬉しいですね。ノロさんも桜井さんも飛んでましたね、今の曲でね。なんて言ってもうアイドルですからね。いやあのアイドルが入ってきましたからね。というわけでですね、あの10月のもう直前に迫ったことからお話ししましょうかね。そうだね、まずね、ゆうこさんが今度ね、あ10月の25日にソロさんがあのプロデュースで僕のソロアルバムが出ますので、出るんですね。タイトルなんて言いますか。チューズン、チューズミ。昨年のカシオペアのツアーで演奏してた曲が、ね、あのタイトル曲になってます。よく店先にぶら下がってるちょんずめ、ちょんずめ、だんだん、明るくなってます。ね、こういうフリートークっていうのはね、テレビでこうやるの初めてなんでね、僕らはね、もう思わず上ずってしまいます。本当にこれちゃんとこのまま流れていただけるんでしょうかね。おそらく編集されそうです。出ない部分多いんじゃないかと思いますけど、気楽に言いましょう。それから明日、明日から、実は明日から、なんとですね、カシオペアの全国ツアー、ツアー始まります。12月22日まで全国26カ所30会場というですね。そう、秋冬ツアーですね、87、うん、今年はなんかちょっと面白いことやろうと思ってますよね。面白いことね、やろうと思ってね、見てのお楽しみですけど、うん、はい、ということでね、はい、じゃあ最後の曲をね、聴こうと思うんですけども、さて来週のゲストっていうのは、来週のゲスト僕よく知ってるんですよ彼。あ、そうですか。同じね、おー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 、もちろんあの名前を言わないけど、実は小田哲郎さんでございますけどね、もう、もはやもう名前を言うまでもないと、ね、僕と彼はですね、高校が同じなんですよ。憧れでもないな、都立大附属高校です。そうですか。都高と呼んでた高校でですね、結構多いんですよね。あの子供バンドの宇治木くんっていうのが僕の一つ下だし、それからそのもう一つ下に彼と、それからあのギターの北島玄二というのがね、知ってますね。北島玄二は野呂さんはよく知ってます。そうなんですよ。でも今やですね、もう作曲家として、そしてソロアーティストとして、よくね、僕もご活躍でですね、テレビでね、もう都高の出世頭ではないかというですね、メガネがいいこの目が分かんないじゃん、これだってね。そうでしょ、いやこれはね、ドツキのサングラスだな。ドツキですね、来週、じゃあ頑張ってくださいですね。うん、ください、頑張りますんで、じゃあ、カシオペアの最後の曲、ちょっと聞いてていただきます、これはですね、さっきも出たんですけど、僕らには本当に珍しい日本語の歌詞をつけて、ゲストボーカルの楠木優子さんにですね、歌っていただいたという、はい、ね、結構ノリノリですね。ね、タイトルがね、サンスクリット語なんですけどね。じゃあ野呂さんの方からタイトルコールをお願いしてみたいと思います。はい、それじゃあ、最後の曲聴いてください。アカシャ。